皆さんこんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしておりますさてさて今日の名言のコーナーです今回はフランスの小説家スタンダールさんからの名言ですさてどんな名言でしょうかフランスで言うと愛だの恋だのというのが多いですけれどもねはい今回はどんなものでしょうか早速読み上げます 恋が生まれるには、ほんの少しの希望があれば十分です。スタンダールさんってよっぽど表になられたんですかね何もしなくても。私は大変いろいろ努力をしてますけれども。<laughs> あれおかしいな希望だけ持ってれば大丈夫なんですか まあ、その、希望を勇気づけるためにおっしゃってくれてるんですか何なんですか <laughs> 僕はいろいろ必要だと思ってます。はい。ちょっと意見が違いますね。はい。ただまあ、この人の希望必要はわかります。これは理解できます。十分ですが、ちょっと受け付けられないっていう感じですね。はい。そうですね。はい。努力しましょう、皆さん。努力。はい。 あの間違った努力は必要ないんで、はい、正しい努力をまっとうな努力をしていきましょう、はい、それでは今回も最後の最後の最後にもう一度この名言を申し上げて終わりとさせていただきたいと思いますそれでは皆さんまた別の配信でお会いいたしましょうそれでは参ります 恋が生まれるには、ほんの少しの希望があれば十分です。